まあこういうことね。はい、結構ね。結構大変やな。これ18時までやるんですね。それだったらもう5時前に終わらせたらいいね。というわけで私はもうすぐここ去る。ちょっと用事があるんで、ここも時短機持ってるんで、そろそろ先。ある程度情報を手に入れたらもう結構なんで、どうぞ。まあ私ピックはあそこ気に入っちまった。フジテレビ気に入っちまった。結構八玉球場司令部として使えるね。まあ別にいいから、貸し出し交渉するから。くれ、あそこ司令部としてぴったり。ああ、爽快防衛するから、見に来たら行ったら返して、どうぞ見に行って、見て、見に行ったらピューバーンって火の海になるから。ね、もういらねえって言った。ちょうどよかった、この日3点もうバナゼうんだ。したおいしょ、さっきお子さんと一緒に撮ってやったね。なんか遅くや、時間聞いてますからね。一番下から大事に聞いてた時間が、こす。あのね、こういう場合だったら警備員のおっちゃん聞いた方がいいわけ。一番信用できる。まあいいんやけど。まあどこから下げる。こういうことをこれ。この担当者でもね、結構おっちゃん、おっちゃんすごいね、うん、すごいね。NHK がやってる、今やってます、ね、これが撮影現場ですね。こういうことだ。そういうことはあんまりね、わかんねえ。あいつはどうぞって言われてる。東京とかで、どうぞって偉そうに言ってるからね。桜井さん、どうぞ、青みたいなこと言ってるからね。おい、桜井さん、いい加減なこと言うと、いい加減の、お前ら、分かってるぞ、これ。お前ら、あんな、規制な、教科偏重制度。知ってるぞ、これ。お前ら、ディープステイト、いいか。先祖、これは11。桜井さん、お前ら、国会に呼び出すぞ、怒鳴り散らすぞ、しょ。なり散らずですよ。なぞ変更についてお前らが叩いて、何が日本解体法案だ。お前らが今やってもたんや。これずさんだって。お前らいい加減なことするには責任転嫁するな。少子点ぞ、今後の東京だけの国血のみ化するぞ、レインブラッド化するぞ、と化するぞ、どうぞ悪いの流血死闘の戦争なるぞ。まぜあんまくあんまあのアメリカ機自動占領事件、機械占領事件聞けば当然や。そういうことはむちゃくちゃ。もうどういうかさ、来た、もう限界に来てたよ。こういうことは西側人もうガタガタや、もう全滅や、無理やで。日本国11章になりますもん。共同通信も同じやねんすけど、意外な報道するなよ、するなよ。アメリカ占領の議会の占領事件でも意外な報道して知ってるぞ、うん、見なくても分かるわ、うん、そう意外な報道して知ってるぞ、うん、じゃねえかよ本当に、うん、たくウォールストリートだから見に行ったよ、うん、そういうわけでウォールストリートだ。お金も今ポストはニューヨークだ。これいうことや、うん、ことですね。もうめったにないからね、司会してるんで。こういうことです、現場はこうや、ね、まずは私が説明しよう。こうやってつけるんだ、さっきはなかったらライター使ってね、こうつける、こうで、こうや、中はこんなもんね、中はこんなもん、何もね、もし見えんかったら
まあこういうことです。そういうことですね。なかなか難しいからね。今取材に応じてる京都市姉ちゃんです。姉ちゃんやで。姉ちゃんやで、ね、取材。あ、京都市以外のこと書いたら承知せんぞ今日は。3.11 は特集以外のこと書いたらお前どうなるぞこれ。そうさ、読めたぞこの件で。電通も呼びだぞ。どうなりしてるやぞ。どこを開く。どこを見るでしょ。僕さ、お前らどうせ自民党からね金もらってたよ、公的女性で。国営やん、お前ら国外資やん、国営やん。そういうことや、国営やん。そういうことだ、お前らが誇りってことは覚えとけ。分かったか、安倍晋三。あ、そうだろ。つまりお前ら岸信介、吉田茂はお前らのせいでめちゃくちゃやっとんねん。責任転嫁でお前のが今に痛い。こう置いとけよ。一年生のさん、それがいいらしい。過去年の11平安ディープステイト、お前がめちゃくちゃそうだよ。そういうことでイチャード・コシミツさんたち、これが提供です。ベンジャミン・フローさんもこれですね。やらせでもないか、本物ですさん提供しますね。本物ですからしますね。こういうことや、ことや、こういうことですね、ことですね。あ、共同通信の記者の姉ちゃんです。ね、結構びっくりやね。あ、文句言ったら通報するな。どうぞ。お前ら餌ばらまいた。そうよ。引っかかったのか。そういうことだ。ああ、そういうことはもう分かるから。まあ脱音楽の時代になってきたな、いよいよ。そういうことや、もう終わり、終わりや。はい、こういうことでした。いろいろあるんだね。結構結構結構いいね。そういうことだ、結構いいね。銃はそういうことですね。すごいね、これがです。すごいね。お、いいね、ピース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 。そう、この PACE そう、押しようか。そう、ツーって発音するね。残念ながら C じゃなくて C です。無理やりしても無理。こんなことしたらピシッなってます。ピシッピシッなってますぞ。このまま発音ピシッなってますね。最悪ピチッなってまうぞ。冗談ではないか。あ、今通担当者と打ち合わせしよう。あの姉ちゃんいいね。すごいこと。ちょっと入って今準備中ね。いろはい、やってますよ。金も応援よけ。俺もやってたからね。でこうこういう、じゃ取材。あれ、あの方も素晴らしいね。なんぼだりね。みんな、おそっ、買ってこい。いや、迷って100均とかで。うん、ってこい。うん、3電子。いえいえ、もう、買ってこい。うん、みんな。ってこい、広島。ってこい、みんな。買ってこい。うん、買ってこい。ろうそく大量持って。うん、持参で。うん、で、もう休日にしようか。もうこれ、振り替え休日だったら、もう月曜日休みにできるようにするわ。しようか、みんな。法定休日。祝日貸してくれって、しょか、これ。しょで、みんな。できるって分かった。多分、自民党は否定的。あいつらバカやからね。もう、自分らが、せいでこうなった。お前らが招いたことや、これも全部、この時期。お前ら、ディープステイト、11平安の、お前らが招いたって、覚えとけ。お前らが、今年以降は血を見るぞ。血を見るぞ、11。さあ、つまり東京全域が戦場にあるぞ、この前行くと。お前らの本部は壊滅するぞ、この前行くと。血を。約23区全滅するぞ、これ。それと、うん、破壊活動。お前らがテロをやってたよ、お前らが招いた子だよ、不正生。僕も、首都政権潰してくれた。先祖は忘れてんぞ、2012年の12月16日か。
13年の4月21日あの時期忘れてんぞ俺ら恨んでたからな。コロナのおかげでなさ、お水着な、お前のせいだ、お前たちのこの事態になったんだ。最初からお前通過するよ、こうやったんや。お前は通過するよ、そうでしょ、アメリカの未来。最初は知ってたんや、個別情報無償なの。わざとやったんや。いいんで。ロシアも事前に知ってたんで、お前。知ってたんで、事前にな、こういうこと。そう、皆さん退避したの、そういうこと。そういうことね。まあおかげでこういうの新しい、まあ新しいものを作った減ったって多分嘘やったと思う。結構賑やかだった、楽しかった楽しかったね。特にフジテレビあそこお台場司令部にしていいかいいやん、司令部に抜擢やな。あ、機材運べるし、あんなこういうカバンみたいなの運んでる、これで運べる、はい完了で指揮できるからね。結構8万球場使えるねあそこ貸してへんわ指揮したよあそこで。ああバカなん、ミス多密否定的な連中もう集団編長に陥ってる。そう否定だせ、最初からフジテレビあそこに移したら、そのためやろ、もう多密会やってたやろ最初から。これでああいう広い場所確保できたよ。大変やったやろ、走行費数千億円ぐらいかかったやろ、計算しむっちゃかかったやろやるだ、あんなけその10年はかかるわ、着工許可出るのに1年はかかるからね。うるさいバカなんよかだからね、手続きかが、まあ、今後はね作るわ、もっと増設したらイオンみたいな、ああいうみたいなイオンモールみたいな、ああいうしてもうたら連結化してもうたら、売り買いもって連結都市型のねこうしたら結構フジテレビは知ってたから、ランマンがよう見てたからね、たんで結構好きだったんで。そうなかなかとかなかったね、ルパン三世のああいうなかったんで、そういうことだ、こういうことです。関西圏外の皆さんに提供やまあみんなに提供や、こういうことです。なかなかないからね、からないからね、こう思う存分提供するわ。まあ、もう全部一律8時までやから、まあ、ここを去るのはもうすぐや。すごいことでした。すごいで。おい、下がるでしょ、やらせか、これは。こうやってやってんのか、分かったか、お前。お前じゃない、クソバ。どなたこれ、どなたこれ、ちょっとこれ、偉そうにうちで、大丈夫だ、語ってるよ。お前の手やさ、これ。お前の暴言のせいでこうなったんや今、お前の知ってたんやろこの件ビビってたんやろ、お前こっそり逃げたの知ってたぞこれ、小泉進次郎お前もこっそり逃げたの知ってたぞ、大概探すぞこれ、何こそしてんねん岸田の吉田の連中挑戦ぞこれ、全ぞ今年血を見るぞこの場合血を見るぞ、本物あちこち飛び交うぞ、おいもう内戦状態分かってるぞ、日本無理やり抑え込んでたの爆発してるの知ってるぞ、みんなブチ切れてるの知ってるぞ、全国の自民党支持者公明党支持者の関係者これが実態だ、何を提供するどこに文句言ってたの知ってましたよ、あなたたちが一番切れて知ってましたよ、政治を察知したの知ってましたよ、ああいうことだってボロッカス言うもめたんだな、最初から水芸能人は火消し、あいつらすごい悪いなと登場、ほっとけあんな連中、ほっとけあんなもんしてんねん、さっさ漁船の準備だ別にいいな、どうせ自動的に勝つようになってる設定になったよ、そういうこと、自動的に公明党が日本史票が振り上がるって設定になったよ、あれ総務省このまま行くとお前ら買いたいぞ、勝戦ぞ解体するぞ、勝ちてんぞ、本当に首だけで済まさないぞ、ちょこれも行くと思えないっけ、なるぞ、というわけでした、以上